力を吸われ立つことさえままならない。いや、核が子供なのか。そういうこと。分かったら降りて核取ってきて。ナイトアイ、ナイトアイの保護頼む。俺が君のヒーローになる。突然変異ミューテーションってな。個性が俺と似てる。とんでもない。今度はしっかり掴み続けるんだ。空中じゃ身動きが。使い方も能力も教えてないのに。まず大丈夫だ。君たちは見たんだ、その未来をねじ曲げる。それどころか怪我も治ってる。表紙で発動できたのを返せるしか止める術はない。消滅したくなければエリを渡せ。ワン・フォー・オール・フル・ガウル 100%! 主としての流れ、変異が起こる前の形へと巻き戻す。スリバー！キサキ、おめえが拾われた恩を返そうとしてんのはわかる。俺の考えが成功すれば八斎会は必ず拾ってくれたあんたに報いたいだけで。あいつもこいつも。愛のために黒野だな。トガちゃん有能で、おじさん頭上がんねえや。連絡はジン君の指示です。おいトカゲ、フラついてんぞ。俺酔いやすいんだ。トカゲはダメだ、スピナーだ。こつろ。種も仕掛けもございやすい。よし、これでお前は無力非力の無個性も。ねえねえ、あのね、半分はデク君のおかげだよ。デク？俺が見てきたよ。先生、お怪我は？10針縫った。ロックロックも幸い、内臓を避ける形で刃が刺さっていた。お前は全身を絶え間なく大破壊し続けることで接触した。そうだな。オールマイト、リカバリーガールも。ナイトアイ、私はあなたを恨んじゃいないよ。だがミドリアが今日見せてくれた未来は不確かで
あなたは考えを改めてくれた。あなたが教えてくれたから今こうして生きてるんだよ。ミリオ、お前は笑おう。目撃情報ね。こんな人気のない山奥に必ずものにしたい。当てにしてますよ、グラントリノ。させねえよ。ここ野人が出るって少々噂になってまして、知りません。参りました。はい。この事件で護送のバックアップをしていたサンドヒーロー、スナッチが死亡。そろそろここに来る頃だ。すみません、荷物だけお願いします。おい、今先輩は個性を消されても、もし僕が個性を先輩に渡せるって言ったら、そしたらいらないです。もしそれが叶わなくても元通りになれるよういろいろやってみる。僕らが学校に戻るのはもう少し後になりそうだ。デク君、霧島君、うららが、デちゃん帰ってきた。奴らが帰ってきた。みんな心が安らぎますの。ガトーショコラお食べ。なんで事件のこと言ってくんなかったんだよ。俺たちも仰天だったよ。てめえらと違って暇じゃねえんだよ。飯田君たちの計らいで僕らインターン組も早々に部屋に戻り、体は疲れているのに。プレゼントマイクとオールマイト。今日の引率も私が行くよ。連合の黒霧を捕まえたのですか。遅刻厳禁。さ、バスにお乗り。超いい男じゃん。ヤバ教官。そろそろ時間ですね。ああ。なんかヤバい。始める前に一つ。ナンバーツー、違う。ナンバーワンヒーローの。マジか。なんでいるの？今日から講習に参加する。私立航空2年です。ケミーは底抜けにアホである。楽観的と言いましょう。警察やヒーローたちの見通しは外れました。弛緩していた空気を一瞬で訳したが。戦闘力、機動力だけで人は人を讃えるか。さあ、やりましょう。救う、救われる。ご挨拶。これはチンコじゃねえ。つうか、なんで私もまとめられてるわけ。貴様は特例だ。シャチさん。今日中に彼らがこのクラスを変えることでしょう。 MC 魂が限界を迎えた。正直、今の私に何が言えるのか。元ナンバーワンヒーローよ。平和の象徴とは。ハウエバー、何をどうしたらいいのさ。何を所望よ先生。はい、私の責任であることは承知しています。さあ、雄英の回復はどういうアプローチに出る。さあ、独自の見解を述べた爆豪だが。ヤンキーは流行ってないよ。流行り。みんなの笑顔を守るのがヒーローっすよね。先生を困らせる子は立派なヒーローになれるかな。このくらい思ったよりひん曲がってない。俺は二十歳の頃にはすでにナンバー2へと上り詰めた。貴様のようにヘラヘラと愛想も振りまいたろうさ。街行くみんなが不安な顔をしていたんだ。どれ、元サイドキックか。エンデバー、私の目指した象徴を君もなぞることはない。イケメンのイクメン見れるとか感服。いけない、同じレベルになるわ。俺はゴチンコじゃねえ。何か話してる。何をしようが響きませんよ。
結局そうやって上から押さえつけることしかできない。すみません、悠長に話してる場合じゃないですよ。